皆さんこんにちは、ワンダルグリビジです。では今回はギレネボジオンの系譜ジオン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。前回宇宙におけるシャアのネオジオン軍の拠点を潰していって残すグラナダのみになりました。まあ、グラナダ攻略はね、特別作戦を発動しないといけないので、まだ少し先になると思うんですが、まずはグラナダに封じ込めることに成功しましたので、今度はですね、地上におけるシャアの拠点を潰していきましょう。まあ、主に北米、アメリカ中心になるかなと思います。ここにね、攻略隊を送っていきましょう。まず第一波攻撃隊としてですね、大西洋を攻略したサイクロプス隊をこの後すぐにこのグリーンランドへ突入させていきます。一方ディターンズに対しても攻勢の準備をかけてまして、この後は北京、インド、マドラス、この辺りを攻略していこうということで部隊を展開中です。ここについてはですね、宇宙でネオジオンと戦っていたパイロットたちを地上に転勤させる準備を行っています。次のターンで全員転勤させます。では時間を進めていきましょう。グリーンアイランド攻略戦です。で、モビルスーツはこの後ですね、基礎技術12、モビルスーツ技術15が必要になるガルバルディ、これを作っていきたいので、そこまで頑張ってですね、資金を注入し続けていきたいと思います。ガルバルディさえ手に入ればモビルスーツの性能差一気にね、フラットにすることができると思いますので、そこまで資金惜しみなくモビルスーツ技術に突っ込んでいきましょう。そのためにはお金が必要なので、お金を領土を広げて獲得していきます。ついに敵も進行を開始してきましたね。北京上空に対してティターンズがモビルスーツ隊を送ってきています。これは撃退しておきましょう。ギレンの守る衛星軌道上にも敵が侵入してきましたね。ここはギレンがやられるわけにはいかないので、残念ですが放棄して撤退しましょう。敵の部隊数もね、多くてちょっと歯が立たなそうかなというところですね。いや、これは本当に厳しくなりそうだな。モビルスーツの性能差が開く一方の中、敵の部隊数も多くなってくるとなると、ちょっとティターンズ手に負えないかもしれない。まあ、いずれにしてもギレンがね、撃破されてしまうとゲームオーバーになる、まあ、そういうゲームの作りになってますので、ここは退却します。はい、待ちに待ったガルバルディですね。これの開発プランの提案がされましたので、このガルバルディを量産体制に乗せて反攻をね、行っていきたいというふうに思います。そのためにはちょっとでも早くこのガルバルディを投入できるように、売却投資してでも開発期間を短くしたいですよね。ガルバルディの開発には8ターン、6000コストがかかるということなので、これを4ターンで終わらせるために売却投資しましょう。外交で温めてきた両行動を消費してでも金をかき集めます。ティターンズはさ、関係良好なのに攻めてくるかな。まあ、もう縁切りだな。縁切り。サイズ6から協力要請。よし、資金5000が手に入るので、仕方ありません。これで協力しガルバリディの開発を4ターンで完了することができそうですね。ガルバリディをここで売却投資して開発進めていきます。いや、ちょっと待ってくれ。ホンブラウンがネオジオンに取られてますね。いや、やってくれるな。これをやられるとサイド2方面が危なくなるな。サイド2方面に部隊を送らなきゃいけないですが、ちょっとその余裕が全くないぞ。本当に第2部はなかなか頭を悩ませてくれるな。
もうティタンズに対して遠慮はいりませんので、もうここはティタンズ領にも容赦なく攻め込み勝ち込みをかけていきましょう。どうなんでしょうね、衛星軌道上を一度放棄するというのも手だとは思うんですけどね、悩ましいですね。衛星軌道を放棄してソロモン、アーバーワークサイド3に戦力を集結させる。でその間にガルバルディを量産体制に持っていくっていうのもね、一つの、まあ、有効な手段になるんじゃないかなとは思うんですけどね。いやここに何かいるなぁと思ってたんですけど、パーフェクトジオンがいますね。シャワーこそこそとパーフェクトジオングを開発してたんですね。しかもパーフェクトジオングが2期とか。そうか、笑かしてくれるな。そうなると、まあ、ちょっと禁じ手かなとは思うんですけど、パーフェクトジオングはスルーしましょう。いや恐ろしいな、この技術レベルの差というものが。ニュータイプが乗っていないであろうとはいえですね、パーフェクトジオングご覧のような性能ですからね、まあ、ちょっとここに封じ込めておきましょう。パーフェクトジオングについては下手に戦ってね、貴重な戦力を失うよりかはまずは4ターン時間を稼いでガルバルディ、これが量産できるところにまで持っていきましょう。では大本命ですね、中国大陸の攻略戦始めていきます。攻略戦を開始します。敵の数は全部で10、モビルスーツですね、すべて。まあ我々としてはすべての命運をガルバルディに、まあ、託したと言えるような状況ですので、これねガルバルディが到着するまでなんとか持ちこたえていきましょう。ただ心もとないな、オルテガだけか。で敵の10機を相手にする、まあ、中身は不明ですけど、まあきっと強いでしょうということを考えると苦戦しそうですね。確実に1機ずつ敵の数を減らして、まず数的数的有利を作っていきたいんですけども、まあ、それができるかどうかもね、全ては第一撃にかかってますね。この野郎、ここでオルテガがこのジムコマンドを叩けるかどうか。残ってたよな今ね、ちょい残しだったな。ちょっとオルテガが残念ながら撃破されてしまいそうだな。ジム2ジムクエル、ここまで作られてきてしまうとちょっと苦しいですよね。ここでドンも2機失ったか、撤退だな。いや思ってたよりも本当に苦しい戦いだな。第一部がいかに重要かというのを思い知らされますね、本当に。まあ、ただちょっとここはね、歯を食いしばってでも攻略戦頑張っていきましょう。攻略戦を開始します。あと4ターン待てばね、もうすべての命運を託したと言ってもいい。ガルバルディが生産できるはずなので、そこを楽しみにちょっと今この苦難の時を耐えましょう。まあ、しかもここはね結構あの戦力的には結構戦える戦力が揃っている場所なので、まあここでですねなんとか、あさっきのね不甲斐ない戦いぶりを清算していきましょう。ディターンズ強力だな。今インド上空の戦いなんですけども、ここもちょっと劣勢ですね。撤退を開始しましょう。このままモビルスーツをむざむざやられるわけにはいかないので、どっかで防波堤を作ってそこで、まあ、防衛戦を展開するということを、まあ、前提に一度撤退対応を行います。インド上空からも衛星軌道上はもうほぼ敵に、まあティターンズに取られてしまうということになってしまいますが、
まあ、これもね、先ほどから再三言ってるように、すべての命運を託したガルバルディの量産、これがね、始まるまでの辛抱だと信じて、なんとか耐えしのぎましょう。はい、では各戦線確認しておきましょう。まずですね、宇宙なんですけども、衛星軌道上かなり厳しい戦いになっているのと、あとネオジオン君がですね、フォン・ブラウンを無理やり制圧してそのまま進行を行ってきているので、もうちょっとね、サイド2、ここは放棄します。とてもじゃないですけどサイド2をカバーしている余裕がない。なので、防衛の拠点としてはですね、まずソロモンが一つ、それとですね、暗礁中域が一つ、まあ旧サイド1ですね、それとアーバーワクー、そしてこのサイド3というね、この要塞で敵を迎え撃つというのを基本的な戦略に据えたいと思います。地球の方はですね、今劣勢になっている部分と攻勢かけているところ2つあるので、これはですね、様子を見ながら攻略戦を行っていきます。厳しいところには戦力を増強していくというイメージですね。はい、ではですね、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ガルバルディが開発終了するまで頑張っていきたいと思います。